まずは久しぶりの、はい、公式戦っていうのはどんな感想ですか？いやちょっと結構期間が空いたんで、はい、まあ、難しい部分もありましたけど、はい、でもやっとチームの勝利に貢献できたんで、はい、よかったです。とりあえずは12試合ぶりの先発という、はい、長かった。いや長かったですね。苦しかったですね。その間は、はい、何をしていたというか、どんな思いだったというか。いやもう腐らずに、まあ、ちょっと待ってすげー茶化してくるんですよ。誰がですか？菅原。フィジカルコーチのね、コーチはこんな顎とかこんなやったり、なんかすげーいい話、感情したりなかったんですけど、もうこんなごめんごめんダメよ、監禁期待取るからね。やばい、見えるんよ、ほんと、よくない。仲間でも良さそうですね。いやでももう津川さんのおかげで腐らずにやれたんで。ちょっともっと大きい声出て。いやちょっとそういうとこがグイグイ来るんで。まあでも津川こっちもっと近づいていただいてもらって。いやもう本当にもうやるだけ。すぐ入りたがるんですよ。本当に。指さない。指さない。絶対。いや俺はセンターに来ましたので。続けてください。でも、はい、その間にすごく体とかも。そうですね、やっぱり、はい、やっぱ見つめ直すことができたんで。はい、またパワーアップして帰ってこれたっていう自信があるんで、もう、はい、帰ってこれたのは津川フィジコのおかげ。まあそうではないですけど聞いてなかった一番まあ、じゃあですね、プレー面で気をつけたこと、やろうとしたことは何なんですか？まあ、やっぱり僕が入った意味っていうのは、後ろ側のビルドアップだったり持ち運びだったりっていうアクセントをつけれるところだと思ってたんで、まあなかなか、まあ、最初はね難しかったですけど、でも相手を見ることから始めて、まあ持ち運びっていうのは意識してやりましたけど、はい、次の岐阜もちょっと特徴のあるすごいボールをずっと持ったりとかのチームですが、どんな、もし出るとしたらどんなプレーを心がけたいという。そうですね、まあ今日も練習でやりましたけど、やっぱりなかなかはめづらいチームだし、まあそれはやっぱり、まあ一筋縄ではいかないなっていう相手なんで、まずはしっかりと相手の特徴っていうのを理解して、でどうはめ込むのかっていうのを、僕個人もそうだけどチーム全体でやれれば何の問題もないと思うんで。じゃあ最後に津川フィジコにメッセージをお願いします。いや、いつも本当支えてくれてありがとうございます。ただいつもハーフタイムでね、はい、僕がベンチに座ってる時、僕も高ぶるタイプだし、津川さんもちょっと高ぶるタイプなんで、結構バチバチしちゃうんですけど、はい、まあ言い合うというか、もうなんか俺がすぐ高ぶっちゃうんで、はい、津川さんいつも迷惑かけてごめんなさいっていう感じですね。わかりました。はい。出てないと思います。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。次は FC 岐阜戦。